最高裁判所の大貫方針判事が、憲法上の、よしで16日付でイラン退官することになりました。大貫方針判事、69、は、務省の矯正局長や、最高検察庁の公安部長、それに、東京高等検察庁の検事長などを歴し、6年前、最高裁判所の判事に就任し、した。最高裁では東京、千葉、埼玉、男性3人が連番自殺に見せかけて殺害された事件で裁判長として、被告側の上告をすさる判決を言い渡したほか、大法廷で衆議、選挙や参議院選挙の一票の格差をめぐる、和歌などの判決に加わりました。最高によりますと、大貫判事は健康上の理由、任期を7ヶ月余り残し、16日付でよ、退官することになりました。今後、官が正式に決まる見通しで、後任の判事、